鉄道チーで人生を豊かに溝口駅長の朝ライブです。今日のテーマは、広島にありますスカイレールというモノレールと言っていいかなモノレールみたいなロープウェイみたいな、えっ、ー、と変わった乗り物があるんですが、それが廃止になるというニュースが出てましたので、そのお話です。えー、皆さん、スカイレールってご存知でしょうかあの、広島のですね、えー 瀬野でしたっけ瀬野駅からですね、えーまあ、そのもう山のです、ね、斜面にですねニュータウンが広がってるんですけれども、そのニュータウンへのアクセス鉄道として付設された、まあ、懸垂式モノレールみたいなものなんですけれども、えー、見た目はスキー場にあるゴンドラみたいな乗り物ですね。えー、と一つのゴンドラに8人ぐらいですかね、座れる椅子と、まあ、あと、 まあ、立ち席で乗れるように釣り感もあるんですけれども、まあそういうちっちゃいゴンドラがですね、行ったり来たりするという、そういうモノレール、えー、ロープウェイがございます。で、完成してからまだ20年ちょっとぐらいだと思うんですが、えーまあ、更新の時期を迎えまして、えー じゃあ更新するのかどうかってなった時にですね、まあ、すごい赤字体質だったらしく、えー、まあ利用が少ないということで、えー、もう更新をせずに廃止ということで、2023年末、まあ実際に2024年の3月ぐらいになるかと思うんですが、えー、廃止になるということが、まあほぼ決まったみたいですね。あの、Yahoo n e w とかに出ておりましたが。ということでね、あのー、まあ、廃止っていうとね、 まあ、まあ、広島であれば、ゲイビ線とか、木、えー、キスキ線とかね、そちらの、まあ、赤字ローカル線が真っ先に思い浮かぶんですけれども、まあ、新交通であるスカイレールも廃止になるということで、ね、ちょっとね、えー、私、ノーマークだったんでびっくりしてしまいました。えー、私もこれね、まあ、本当に、一応鉄道に分類されるものですから、全線乗り潰しを目指しているものとしては乗らざるを得ない <laughs>、えー。ということでね、わざわざこれを乗りに行ったことがあるんですが、 乗り物としては面白かったですね。本当にね、急斜面を、まあ、ぐいぐいと登っていく感じでね、えー、展望は素晴らしく良かったです。あと、まあ、ま、えー、鉄道ファンであればね、瀬の八といえば、まあ、すぐピンとくると思うんですけれども、あのー、現在も貨物列車がですね、えー、まあ、戦の機関車だけでは、あの、力不足ということでね、補給。 と言いまして、後ろに補助機関車をつけて、急行場合を登るというようなね、そういう、まあ、山陽本線でも、あの、難所と呼ばれる、まあ、峠みたいなね、えー、急行場合いい区間があるんですが、まあ、そこを登った先に、さらにニュータウンの、えぇ、ー、車面を登っていくスカイレールというのがございました。で、私も乗ったの1回だけかな。 えー、一回だけでね、まあ、本当に面白かったんでね、また、えー、乗りに行きたいなと思ってたぐらいなんですが、その矢先に廃止のニュースを見まして、これはもう絶対また乗りに行かないといけないなと。亡くなる前に乗りに行かないといけないなと思っております。まあ、廃線はと見に行ってもしょうがないんでね、えー、まあ、乗ってこそ価値があるかなと思っております。で、ま廃、あ、止した後どうなるんだと、ニュータウンへのアクセスどうなるんだってことなんですが、まあ、あの、電気自動車、電気バスとかなんかそういう、 え、エコな乗り物に置き換えるということみたいです。えー、まあ、使い入れができた当初はですね、まあ、通常のね、バスしかなかったんですけれども、まあ、今はまあ、電気バスとかもあるんで、そういうのに置き換えということになるみたいです。で、まあまあ、なんで配信になるかというと、まあ、そもそもね、えー、作ってたニュータウンが計画したほど、えー、広がらなかったと、分譲されなかったということもあって、 で街の人口が増増ええななかかかっったたら利用,も、ね、利用者もとということみたいですまあで新交通の廃止といいますとね昔々愛知県にありました東海大新交通ピーチライナーっていうのもありましたがあれもまあ短命でねえニュータウンができたんですけれどもでまあ人口もね増えてるんですが、えー、利用が増えなかったと。 まあ、なぜかというと、バスでね、えー、名古屋都市に向かう便があったので、そちらを使う方が便利だったということで、住民のために <laughs> 作った交通システムも、まあ結局、まあ当の住民にとっては使い勝手が良くなかったということでね、まあそこを向かれちゃったというようなことみたいです。まあ、スカイデールもね、えー、まあ急勾配を登るにはね、本当に、えー まあ力になると言いますか、便利な乗り物だったと思うので、バスだとね、やっぱり、あの、急勾配ですから、まあ、山道をね、うねうねと、まあ、蛇行しながらですね、え、ちょっと距離は長くなると思うんですが、そういう道を登らないといけないんで、時間もかかるんじゃないかなという気がするんですけど、まあ、どうなんでしょうかね、え、まあ、バスも廃止なんていうことにならないように、運行してもらえたらなと思います。 はい。ということで、今日は広島にあるスカイレールがどうやら廃止になるみたいですというニュースを取り上げました。皆さん乗ったことあるでしょうかねあの、ないという方はぜひね、あの、また18切符シーズンでもいいんで、広島方面行ってみてください。えー、っと、まあ、広島駅からどれくらいだったかな、まあ、在来線で2、30分もあれば、セノまで行けますんで、そこから乗り換えてね、スカイレール。 一回体験してみてください。まあ、ただ、体験してもね、あのー、まあ、山登っていった先に特に何があるわけでもないです。ただのニュータウンなんで。特に何か観光名所があるとか、まあ、展望台とかあるのかなうーん、まあ,あ、一回行ってみてください。私もちょっともう覚えてないです。はい、ということでした。<music>